今回はですね、アイアンフィッティングを見事当選された川本さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみにですけど、はい、現在お使いのアイアンでお悩みの部分とかので何かありますか？まずこう散らばるんですね。もう散らばる、そう散らばるというか、うまくこうまっすぐアイアンなのでやっぱりまっすぐしたいじゃないですか。はいはい、ピンを狙っていくものですもんね。そうですね、はい、なんですけど自分の思った通りの方向に行かないもいかないというか、確率が悪い。良い時でもあれみたいな、隙間食うてたのに、え、なんでしょちっちゃうのみたいな、そういう時もありますね。はい、それは困りますね。それは困ります。はい、なのでスペシャリストの方に今日はフィッティングしてもらいたいと思います。宮村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、だそうです。責任重大ですね。責任重大です、はい、早速始めていきましょうか。はい、はい、いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、今ってレディース用ですか、持ってる、使ってる。今はメンズですね。はい、シャフトはカーボンの R、 カーボンの R で、メーカーはファイズ、はい、ファイズさん、はい、結構しっかりしたものを売られてるんです。そうなんですよね。なんでちょっと腕でこう振ってる感じで、多分体を使わないで腕で振るように覚えちゃって、はい、それで多分慣れてきちゃってるのかな、うん、かな。浜の高さってどうですか？高いとか低いとか気にならないとかありますか？最近はちょっと高めで出るようになりましたけど、はい、その前までそんな高い高くはなかったですか？もう力強い、はい、お、いきなり打ちやすい。違う、違う、すごいいい感じです、はい、超いい感じ、すごいいい感じ、ね、今7番アイアンで飛距離どのぐらい打ってますか？普通にラウンドするとき、はい、130って言うと7番打ちます。7番ですか、はい、で転がるのも入れて7番なので高めで120、はい、20ぐらいかなってことですかね。はい、もうじゃあ飛距離っていうよりかはもう、うん、こう安定感の方を取りますかね、うん、はい、かしこまりました。なんかもっと飛ぶようになりそう。じゃあ行きましょうか。はい、はい、最初はモデルから選んでいくんですけども、はい、今レディース用の GLE っていうモデルを打っていただきました、はい、でメンズ用も4種類あるんですね。なのでここはメンズでシャフトレディースっていう組み合わせもピンの場合できるので、例えば今優しめのクラブで中空のロフトを立てて飛びが欲しいっていうヘッドもありますし、逆に少しヘッドの大きさ小ぶりにして内訳をしていきたいんですっていうヘッドもあったりするんですけども、試してみたいのとかってありますか？小ぶりはやったことがないんですけど、はい、多分選ばないと思います。選ばないですか？なんか構えた時ちょっと不安というか、はいはい、結構ヘッド大きめ、はい、じゃあこのぐらいあった方がいいですか ね、 そうですね。レディース用でこのままいけますか？打ちやすいとおっしゃっていただきましたので、はい、かしこまりました。はい、長さやっていきます。はい、身長おいくつですか？155センチ。はい、はい、床から手首までの高さを調べしますので、はい、ちょっとこちらにじゃあ立っていただいて、正面まっすぐ前向いていただいてですね、肩幅ぐらいに足を広げていただいていいですか？はい、で手を楽にブラーンとしていただいて、はい、はい、ありがとうございます。すごいですよね、はい、こちら見ていただくと、はい、ここに身長が書いてあるんですね、はいはい、でおそらく靴を履いたりすると境目がこっちに入ると思うんですけども、うん、そうするとシャフトの長さ、これメンズの標準の長さになります、はい、それよりも1インチぐらい短くした方がいいんじゃないのっていう目安があるので、うん、今おそらくメンズの標準使ってると思うんですよ、長さ。そうするとそれよりかは1インチ短めを試していただいてもいいんじゃないかっていうのがあります。ただこれあくまで体型の推奨なので、今打ってるのがこのぐらいだとこっちの方が当たるっていう人も中にはいらっしゃいます。だからそれ確認をしてみましょう、うん、はい、はい、これが標準からマイナス1インチのクラブになります。はい、おお、今すごいスライスをずっと、はい、ドライバーからアイアン全部スライスになって、はい、少しかぶせて持って練習してるんですね、はい、で今もかぶせてるんですけど、はい、見た感じするとちょっと左目には今飛んでってます、
構えていただいて短いなとか長いなとか構えやすいとかってありますか？全然違和感ないですか、はいはい、短くしてもこの辺だと130は超えてくるので、うん、飛ばなくなるってことはない、ないですね、うん、はい、今度逆に中間の半インチマイナスにしてみます。打ちたい打ち方、持ちたいところ持っていただいて全然いいので、それにあのクラブ合わせていきますから、半インチ長いシャフトが出てきた、はい、だから1センチちょっとぐらいですね。普通ないんですよ、本当にレディースさんもないですね、ラジオがないっていうか、シャフト全く今と同じで長くなっただけなんで、はい、どうぞ、やっぱりさっきの方が何も考えないですね。こっちでもやっぱりちょっとこう考える瞬間があるという、はい、長いかもしれないみたいな感じはありますか？たまに捕まりこっちの方がいい気がする、はい、じゃあフィーリングは1日短い方が良かったですか？です、ね、はい、じゃあ結果を次ご説明しますね、はい、結果、はい、3球ずつ打っていただきました、はい、で白い円が1インチ短かったやつです。で黄色い円が半インチ短いやつになります、はいはい、でこれ円が小さい方が安定してまとまってるよってことになるので、うん、結果としてはこの長さの方がまとまりはありますよ。あ、なるほど。短くしちゃうと飛んだ飛ばないとか左とかってちょっと出ましたよと。であとはミート率って、まあ、どこで見るかっていうと、ここのボールスピード、うん、初速ですね、はい、どのぐらいのスピードでボールが出てくかを測ってるんですけども、うん、1インチマイナスだと 38.1 だったんですね、うん、で今半インチマイナスにしていただくと 39.3 になるので、こっちの方がより芯に当たって速いスピードで飛び出してるよってことになるので、うん、結果としてはこっちの方がいいです。いい、はい、結果とフィーリングなので、はい、うん、どっち選びますかっていうのと、この間にするっていう人もいます。4分の3っていう人もいます。さらに、はい、さらに、はい、じゃあこっちにしておきましょうか。半インチマイナス、今度は来角ですね、うん、真ん中の黒が標準でカタログ数値になります、はい、お店にポンと置いてあるのはここの来角しかないです。で上に行くとアップライトって言って、これがこういう風に上がってきます、あーなるほど、はい、そうすると捕まりやすくなりますから、やりすぎたりすると左に飛んでいきやすくなりますし、うん、逆に下に行くとフラットって言って逆にこうなります、うん、あーなるほど、逆に右に行きやすくなります、うん、でこれ最初目安として身長と床から手首までの高さで目安出しますから、身長はこの境目ぐらいですね。で手首までの高さが 31.5 あったのでここですね、そうするとこうやってくると黒って言って標準の来角でいいんじゃないですかって目安が出てきます。ただこれ体型しか見てないので、うん、スイングによって変わりますから、じゃあ実際どの辺なんですかっていうのを今お調べしていきます、うん、右行くのが多いとか左行くのが多いとかってありますか？普通に構えると完全右ですね。完全右行きますか、はい、それ嫌がると左出ちゃうような感じになりますか？そうですね、はい、かしこまりました。いや本当に自分のスイングにクラブがこう合わせてくれるっていうのは、はい、楽だとは思います。楽ですよね、はい、ソールにテープを貼って、はいはい、この板の上でバッチリ取ったらどこに跡がつくかを見ますので、はい、割れたり手首痛めたりしませんから、はい、いつも通りこのボール打っていただいてよろしいですか？まっすぐに構えて打った方がいいですか？あの打ちたい打ち方していただいた方がいいです。はい、はい、これ真ん中にも擦れてますけども少し先目にも擦れてますよね、うんうん、そうするとこれ今こういう風にも当たってるので、うん、ちょっと右行きやすいんじゃないですかと思います。これど真ん中にしたいので、うん、もう少しアップライト黒よりも上にして真ん中に来るかどうか見てみますね、はい、こちらでもう一度お願いいたします。まっすぐ真ん中、ど真ん中行きますね、うん、これが比べるとこのぐらい変わります。あ、これがグリーンなんですね。ここからこれの2度アップライトにすると真ん中にすれてきますよっていうのがありますので、これでちょっと何球か打ってみましょうか。はい、これ今来角はグリーンに合わせてるんですけど、実はヘッドがメンズ用なんですよ。
はい、ちょっと重いのでそれで打ちづらいのかもしれないです。はい、それは結構違うか、はい、結構大きいので、まあ、どこに擦れるかだけ今見たかっただけなので、買った後でも来角変えられますから、はい、打ち方変わりましたとか、また球筋変わってきましたとか、今度左行くようになりました、はい、ったらまたチェックしていただいて戻しましょうねとか、はい、あもうちょっと上げましょうねとか、はい、できるので、はい、はい、なので、まあ、最初どこから始めましょうかって選んでいただくだけですから、まあ、グリーンの真ん中で擦れるものでスタートしていただいて、今の右に行くのをちょっと抑えましょうかっていうのでよろしいかと思います。リリースのシャフトは2種類あります。この ULT230J っていうシャフトがあるんですけども、これのフレックス L と A があります。 L の方が軽くて柔らかいです。 A の方が少し重めのしっかりめのシャフトになります。今ずっと L 振っていただいてたのでちょっと重くしてみましょうか。はい、重いなって感じはありますか？特には触れないなとはないですか？それはそこまではないですけど、はい、でもさっきの L よりかはこうズンときますけど、はい、なんかいつもの感じに近いですね、はいはい、ピンの L と A はやっぱ結構硬さは違うんですか？結構違いますね。重さは 6g ぐらいしか違わないんですけども、うん、しなりもやっぱ変わってきますから、うん、すごいこう、はい、しなってる感じがするけど、捕まる感じがする。結果言いますね。はい、か黄色の円が L になります。で白い円が A になるんですけど、はいはいはい、黄色い円の方が横に広がってしまうので捕まんなかったり捕まったりっていうのが出てきます、はい、で重く硬くした方が、はい、この横ブレは少なくなるので、はい、同じラインには飛んできますよっていうことになります。なるほど、はい、なので同じ方向行ってブレないのどっちっていうと、はいはい、重い A の方がいいですよってなります。であとはフィーリングとの兼ね合いなの で、ね、うん、どっちにしましょうかってなります。はい、まあ、結果ですね、はい、じゃあ A にしましょうか。はい、かしこまりました。と最後はグリップの太さになりますので、はい、まず手の大きさを測らせていただきます。左手の手のひらを測らせていただきます。はい、ありがとうございます。まず手首から一番長い指ですね、まあ、中指だと思うんで、はい、の長さが 6.25 インチありましたので、ここですね。次にまあ、中指の長さ3インチありましたから、うん、ここですね、うん、でこう降りてくると、うん、まあ、レッドになります、うん、まあ、メンズの標準がアクア、うん、で下に行くと細くなって上に行くと太くなるんですけども、うん、レッドがいいですよ。これレディースの標準の太さになるので、うん、はい、今ずっと打っていただいたのがレッドなんですけども、うん、結構小指が小さいので、はい、どっちかっていうと太いよりかは細めのが好きなんですけど、じゃあ細いの今握ってみましょうか、うん、そうですね、はいはい、細くなります。あ、こっちですね。こっちの方がいいですか、うん、はい、じゃあ手の水晶の標準のレッドというサイズにしましょうか、はい、バックラインって聞いたことありますか？何ですかそれ。握っていただいた時に後ろ側にこう出っ張りが出てるんですね、うん、線が。それが何かっていうと、握るとここに乗っかる感覚があるんですけども、うん、それがあった方がいいかない方がいいかになります。これ入ってます。ちなみにこれは入ってないので後ろ引っかかりませんから、まん丸です。どこで握っても一緒です。あ、こっちこっちの方がいいですか、うん、ありにしておきましょうか、はい、うん、はい、かしこまりました。セッティングで番手どうしますかってなります、はいはい、今ってどうされてますか？今は6から P で持ってて、から P、はい、ウェッジは別でっていう感じですね、はい、じゃあ今回も同じように6からピッチングまでですかね、はい、うん、はいはい、6、7、8、9、ピッチング5本セットです、はい、モデルは GLE のレディース用のモデルに、長さはメンズの標準から半インチ短いです、はい、まあ、体型の推奨よりかちょっと長くしておいた方がちゃんとミートしますよってことなので半インチマイナスです。で内角は標準の黒がよりも2度アップライトのグリーンになります。先に擦れてしまうので2度アップライトにして真ん中にして右に行きづらくしましょうってのがあります。でシャフトは L フレックスではなくて少し重めの A フレックスにしてこのバランス抑えますよっていうのがあります。
でグリップの太さはレッドのレディスの標準の太さをバックラインありで6番からピッチングっていうのをフィッティングの結果になります、はい、何か気になる点、ご不明の点ございますか、はい、大丈夫です。大丈夫そうです。ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。どうでしたか。いやは初めての経験ですね。で今までメンズのクラブ振ってたんですけど、あのレディースのクラブを、うんうんうん、あのしたとかそのピッティングさせてもらってすごい打ちやすいなっていうのを。これはもうばらつきがそうですねぐっとなくなってくるのではないかなと。はい、もうラウンドが楽しみ。楽しみです。はい、はい、でなんとですねピンの今選んでいただいたアイアンなんですけれども、はい、1本ずつ作れるっていうすごいことをさっき知りまして、例えば9番だけ作りたいとか、はい、7番だけ作りたいっていうことができて、例えばあと、まあ、池に落としちゃったとか、はいはい、9番なくなっちゃったよって言ってもすぐあの9番だけをまた作っていただけるっていう、ね、よくアイアンでセットが多いじゃないですか。そうですね、うん、そういうのもあのピンのいいところかなっていうのがあります。はい、でさらにですね今からオーダーしたアイアンを、はい、戸田の埼玉県の戸田のピンの本社で作ってもらいます。国内生産ですね。すぐできたらすぐあのお家にお届けしますので楽しみにしててください。はい、では皆さんピンのパターフィッティングアイアンフィッティングぜひ新宿にねありますので来てみてください。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。